神山の家族にまで会ったという仲良しメンバー。そんな大切な思い出なら答えて当然。果たして今回の回答者は？西野でございます。神山の先輩であり同じチームの西野美希。西野でございます。家族に取った何？さあそれでは参りましょう。ちょっと問題を思いつく。何分かんない。無理。家族に取った、そんなに家族に取った行動ですか？当然朝ごはんを食べました。西野にはクリームフォーを見舞い。目開かないですか？それ目開かないんですか？はい。その時にした衝撃的な出来事。トイレに行った？全然衝撃的じゃない、日常的やぞ。どう下界は神山、もうちょいヒント出す？やばい。何？なんか西野がすごい疑ってたよね。めっちゃ疑ってた。疑ったよね。西野の疑うねお前。こう。ということで西野も噂の検証。ツンときたら教えて。ツンときたら教えて。ツンときた。ツンときた。ツンときた。何でした？どう味は？あ、聞いた？ねえ、聞いた？消えた。実はこのわさびの辛みっていうのは油分に弱いからマヨネーズの。コウモリが。コウモリだって見る機会ないじゃん。めっちゃ嬉しい。コウモリで鍾乳洞どころではない西野。とはいえここは進むしかありません。しかしコウモリのおかげでもはや観光大使どころではない人物が。さっき下の方水が流れてたでしょ？はい。あの水洞窟の中の水。そうだからすごい冷たかったでしょ？うん。ねえ、さっきの川の水洞窟の中の水らしいよ。へぇ。あ、ここはね水が流れるんですよ。はい。下手でしょ。西野でございます。ビリにならなければいいんで、あなた。全然ビリじゃないです。いける？はい。もう1位になりますよ。1位になる。何点狙い？まあ70点ぐらいですかね。いくね。自信満々の西野が勝負をかける曲は松田聖子さんで青い珊瑚礁です。おー、作戦かなんかある？なんか見てて、やっぱ叫んじゃいけないんですよ。あ、なるほど。歌に集中しよう。余裕の笑みを浮かべ暫定ヘタレ女王がコースターへ。歌い切った方が、ね、得点取れるんで。いけるいける、ジェットコースター好きだし。もうヘタレなんて呼ばせない。西野は汚名返上を目指し、いざ出発。いやもうこれさっきのコメントの人、まだ始まってないよ。強気なコメントしとったのに。あ、歌えてるやん。まあここはまだ ね、うん、余裕ラインですから。あそこですよ、急なところ。あれ全然歌えてるよ。笑顔も絶やさず。これちょっと大島涼香が勝ってるんじゃないですかこれ。そんなことはない。あ、でもちょっと鼻広がった。今下ってやってみた。さあ怖いですよ、こっからがね、こっからが怖いところですから。あ、ちょっとだんだん表情がおかしくなってきました。あ、動揺しましたよ。やばい。さあそろそろ来ますよ。さあ、なんか鼻の穴が開いてそうだね。鼻の穴。
あの何回クリアしました、うん、でこっからでもカーブきますからね。あ、歌ってちょっと歌えや、リサ歌え。やばいやばいやばい、このカーブ怖いところ。あれ気絶するんやないこれ。大丈夫、やばいよ、やばい。ゴリラみたい。